ティケハウ干渉は南太平洋にあるフランス領ポリネシアに属するトゥアモテ諸島の北西部にある干渉。位置は南位14度52分、西形148度15分でタヒチ島の北東約 350km、ランギロア干渉の北西 14km に相当する。北東から南西にやや長い楕円形の干渉で、 長さ2 7 5トル、幅2 0トルで、周囲は7 5トルある。陸地面積54平方キロメートル、総面積448平方キロメートルを有する。周囲の珊瑚礁は貿易風の影響で、南東側に比べて北西側が発達している。南部のトゥヘラヘラ島、西部のテオナイ島、北部のテアバキア島、 北東部のテマルオパパヒア島、キリマラニア島、南東部のタバニア島など、大小100余りの島からなる。川足し水路は、西部のトゥヘアバパス一箇所で、ダイビングスポットもその周辺に多い。人口は2002年の調査では408人で、南部のトゥヘラヘラ集落が最も人口が多く、その他西部のトゥヘアバ集落、北東部のマイアイ集落がある。ランギロア行政区に属する。 ロシアの航海家、オット・フォン・コツェブーにより1916年4月25日に見出された。水産資源が豊富で、1987年のジャック・イブクストーラの研究グループの調査結果では、ポリネシアで最も魚の密度が高い干渉の一つであるとされる。水産業は最も重要な産業であり、ラグーン西部水域でフィッシュパークと呼ばれる池巣をモチーブで アジト約50種類の魚が水揚げされ、主に多七島の市場に運ばれる。カハイ屋を採掘した仕掛けによる伝統的な漁法も行われている。最近は黒町街による黒新需養食も行われている。近年では乱獲によって魚の量が減少傾向にある。このほか、伝統的なコップラ製造が主にマイアイ集落を中心に行われている。 1983年2月から4月にかけて、立て続けに3つのサイクロンが島を襲い、コプラ製造施設を壊滅させた。このためコプラ製造が主たる産業であったテアバティア集落が廃村となり、島民の水産業への転向が進んだ。空港はトゥヘラヘラ集落の東にあり、エアウタヒチがタヒチトーパペーテと週11便、ボラボラ島と週2便運航している。 IATA の空港コードは T。リゾートホテルが南部に一つある他に、ペンション等の宿泊施設が主に、トゥヘラヘラに数軒ある。ラグーン内外では、オニカマス、オニートマキレー、クロマグロ、ネムリブカ、オグロメジロザメ等が普通に見られる。ラグーン南部のマウーウ島、北東部のオエオエ島、プアルア島は、別名バードアイランドと呼ばれ。 赤足かつ踊りや黒アジサシが多数生息している。ありがとうございます。